あとね、あの、メガネの,あのマリって女の子、あれがね、多分実はって話を延々しますね。 これはもう崖っぷちのあの二時間サスペリーのラストシーンみたいな形で実話話をいっぱいしてくれそうです。あの、シンジが赤ちゃんの時の写真に映り込んだりしてますよね。あと、玄度のことを玄度くんとかって言ってるから、あれは多分玄度の元カノででしてね。あのー、<laughs> ちゃんとですね、結衣と玄度の取り合いをしたと思います。で、その結果冬月の方に流れていたんではないかと。もうここも、あの、いわゆるドロドロのドラマですからね。だから、綾波レイがちゃんと、 エヴァ2のラストで助かった世界もいれば、ユイがまだ生きてる世界もいる、あるっていうや,やり方もあると思うんですけども、あの、落としどころはね、もうデビルマンぐらいしかないだろうなと思うんですよ。長い後のデビルマンで、ラストは、えー、アスカリョウという自分の親友がデーモン一族を率いてこう襲ってくるわけですね。で、それに対する打天使、あ、あの、堕天使アスカリョウがサタンとして襲ってくるんですけども、デビルマン軍団を率いる不動ラってやつなんですけど、どっちが、 アスカ・ダテでどっちがデビルマンかはちょっとわかんないですね。ゲンド道の方がデビルマンかもわかんないし、うん、アスカ・リョウってお父さんがデーモン一族を発見して、で、恐怖の遺産を受け取ったのがアスカ・リョウという設定なんですよ。それから考えると、えー、っと、碇晋二の方がアスカ・リョウかもしれない。いろいろストーリーはあると思うんですけども、多分絵としてはですね、もう最後、あの、人類の終わりの 波打ち際みたいなやつで、あの、漫画版のデビルマン見た人思い出してくださいね。えー、上半身だけでちぎれちゃった不動明が寝転んでいて、アスカが、えー、すまんかったみたいなしみじみ話をして、えー、そしたらなんか、大宇宙から神がついにやってくるみたいな話なんですけど、なんだろ、う、やればやるほど、やりたいシーンっていうのは出てくるから、シーン優先で、あとはドロドロなので、あの、5まで行くんじゃないかなと僕は思ってます。 はい。えー、というわけで、エヴァンゲリオン、岡田都署が考えたエヴァンゲリオンの読み方ですね。エヴァンゲリオンは、えー、ドロドロの昼メロだと思うと、わかりやすいよ、楽しいよ、で、えー、設定とかの謎ではなくて、人間関係で考えてみたら、ドラマっていうのはよくつかみやすくなるよって話でした。